スライム VS 元カ、元カはシード枠を獲得しました。スライムと元カ敗者復活戦 B、 勝った方が決勝進出。悠々と戦うのは果たしてどちらか。さあスライムと元カも初体験ということですが、スライムがリード、元カはそのリードをなんとか縮めたいという勝負。さあここ元カも掴んだが、ちょっと泳いで移動する。さあしかしスライムがリードを広げていた分、ここは有利になるか。スライム一発で超える。スライムがここ勝っていった、元カに勝ちました。スライムここ敗者復活戦 B の決勝進出ということになりました。さあ敗者復活戦 B 決勝はゆゆとスライム、本日3回目の対戦。何回対戦するんでしょうかこの2人。本日3回も同じ日に戦うという前代未聞。多くても2回だったんですが、3回ということになりました。1大会で同じ相手と3回戦うという事例は初です。さあまさかの事態になりましたが、スライムここはリードをつけていた、前のエリアでリードをつけていた分有利なになった。元カもここ壁を失敗、スライムが決勝進出ということになりました。お見事です、スライム。さあ、ゆうゆうとの決勝進出、妹も披露します。